大門さんどうすか、え入れそうすか、正直な話、正直な話ですか、本気で今木本さん出ないですよ、ものすごく嫌ですね。整うふりはやめます。あ、整うのかわからないから、整ったんじゃないですかね、だからなしにしましょう。あ、わかりました。じゃあそう、自分に正直にいくって、正直にしましょう。いや、これこれですかとかは僕絶対言わないです。あ、お、はい、してます。なんか違うと思ったら僕はっきり違うって言いますから、ノーと言える日本人を目指します。はい、はっきりいきますよ、今回は。バトルはだから流れも分かんないですもん、この後も。そうですね、何をまずどうやってとかも全然分かんないし、あー緊張する本当に。いやー、モーモーさんに誘われたいもんな、サウナ行こうぜっつって。あの、僕らスタッフ陣はサウナ、はい、大好きスタッフなんで。え、なんで好きなんすか。だって気持ちいいんですもん、めちゃくちゃ。シャワーと一緒でしょ。全然違う。あの、セックスぐらい気持ちいいっす。いや、本当に、本当に。それはやぶさかではない。それはやぶさかではない。入ることも、それなら。いや、でも本当、マジなんだ。マジで。マジでセックスだと思ってください。マジで。俺は今からセックスをしに行くんだと。なんでだよ。はい、コンドーム用意してくださいよ、じゃあ。いや、もう、生で。生で。はい。行かせられるかな。とりあえず自分が行ってくれたら。あ、そっか。俺が行くことが大事か。はい、頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。すげえ寝れそう今日。ラブちゃん整ったよ。いや、来た。ほんま？ほんますか？言う、どう、どう？感想言ってあげて。あ、どうでした？ゲーム配信のギャラと俺全部もらっていい？ちょっと相方みたいな、ちょっと仕事のこと思い出しちゃった。相方みたいな仕事のこと思い出しちゃった。サウナはどうでした？いや、サウナがすごくいいですよ。わかったよ。はい。ほんますか？うん。あ、ほんまっぽい。いや、もう今もほんまっぽいぞ。そうっすか。いや、一緒に頑張ってこう。そう、優しくなるよ。いや、ほんと、まあ、すごい。あれ、マジっすよね、多分。どっちが思います？基準として、まあ、ボケが少なくなってくると、多分本心だと思うんですよ。うん、まあ確かに。だから、あの気持ちってこっち向いてきた顔が、あの、あれ正直な感じっぽい気もするな、うん、確かに。ただ吉田モーモーですからね。モンスターですから。あの世界中の43歳で一番こじらせてますからなんでちょっとまだ僕は信用してないですけど。見て、おかえりなさいませ。うわすごい甘み、ね、結構めっちゃ良くなってるわこれ顔。うわこれすごいっすよ。すごいな、すごい。だからなんかその考えもなんかその、ま、前向きになるっていうか。いやそう、いやそう、いやそうです、ほんまそれやね、本当に。すごいすごい、めっちゃ嬉しい。そう、 なんでそのコメントを言えるってことはほんまに整ってる。いや、本当にそうですね。うん、なんで人類が戦争とかするのかなとか、マジでそれぐらいだと思うぐらい。いや、ほんま、前向きなんです。ほんま、俺何の能力もないけど、歌作ってみたいな。ちょっと泣きそうですもんね。いや、ほんと泣きそうですもん。いや、なんか、なんか、なんかスッってするんですよ、全部が。いや、その通りです。その通り。うん。それやね。めっちゃ嬉しい。これはおすすめです。嬉しいなぁ。マジか。ほんとよかったです。ありがとうございます。なんでなんで、なんでなんで、これはほんとよかったです。これはおすすめです、ほんと。ぜひ、皆さんもやってみてください。あ、あのこともなんとかなるだろうとか、なんか前向きになるだろう。いやもうこれ、裏もんも消えますね。裏もんも消えるな、残念。そうそう、この卑屈なことが言えなくなるのになんかちょっと嫌だから、あんま行かないようにする。今撮ってんのかと思った。いや、今普通にちょっと動画確認中です。なんか仕事前とか行きます？これから。え？仕事前とか。絶対行かない。仕事前は行かないよ。だって眠くなっちゃうもん。終わった後とかに、例えばこうケンちゃんが、はい、ももさんサウナ行ってから帰りましょうよ。帰り送ってくんでみたいなやったら行きます。あ、それはやぶさかではない。やぶさかな。でも行くんすね、もう。それすごい成長だな、やっぱり。会話できてないよね。
だってね、さっぱりして。ちなみに新橋とか、本当に気持ちよかったよ。あー眠ってすっげえなった。今日は本当によく寝れそうだなと思った。でも分かったでしょ、なんかちょっとすっきりするというか、うん、すっきりするね、ものすごく。あーこういう感じかと思って、気持ちいいなーって。だったらどれだけいいだろう。あーじゃあほんまに、いやー本当にこれは、うん、でもまあ、うん、電車で寝ちゃいそうなんだよ本当に。あ、そうそう、俺もそれはね嫌です。マジで寝ちゃいそう、電車乗るのがあかん距離でさ。40分ぐらい乗ってるからね、なんかまで寝ちゃったんだ。あ、じゃあサウナは好きか嫌いかで言うと好きの部類に入ったんですね。あ、そうですね、あの経験してみたら。いやすごい、これはでもすごいな。やっぱり普通になんかの来てもらうタイミングどっかで、はい、ちょっと帰りサウナ行きましょうよっつったら一緒に行ってくれます。もう帰り、いや、まあ、だ帰れる時間だったら全然いいですよ、はい、であとそのでも、はい、着替えがあった方がいいな。あ、そうですね、うん、着替え持ってきたら、まあまあ、そうそう、より気持ちいいですよ。前持って分かってるといいよね、いいかなと思って。なんかそのさっぱりしてまた前着てたのやつとか着るの俺結構センシティブな人間だからダメなんですよね。ということで一応撮ってたんですけど。撮ってたんかい。はい、騙されなかったですね。でも本当にやっぱりハマりましたね。これは嘘じゃないモモさんですね。あ、いや、もうこれに関しては本当に嘘はないですね。マジで気持ちよかったし、さっぱりしたし、わー、がっかり、期待に沿えなくてね。そこは申し訳ない。しゃらがかりやわ。これぞ吉田モーモーっていうのをね期待してたんですけどね。マジで金かけてた、俺完全に負けてました。かけとけよかったな、僕いけるにかけてた、ね、俺1万ぐらい持ってかれてたわ。感覚ってあるんだな。そう、あるんですよあれ。いやこれ嬉しい、サウナ好きからしたら嬉しいです。モーモーさんみたいなガチでお風呂とかサウナ何っていう人が今日みたいなところって、はい、あれ女の人も一緒のサウナ部屋なんですか。別々です。あ、やっぱそこはそうですよ、ね、はい、女湯は女湯のサウナがあるんで。あ、そうなんだ。なのでそこで設定が違ったりすることは結構ありますね。あ、はい、いやすごい。ということでモーモーさん、はい、サウナとの出会い、はい、出会えてよかったですか。まあまあ、もう体がこれだけほてって、はい、蒸され蒸す感じじゃないですか自分を。そうです。でなんか体の血流も良くなったんで、なんか怪奇炎グランプリとかもより盛り上がりそうな気がします。何の関係もないですけどね。よかったですね、追われてたら。そうですね。もっと関口さんも早く閉めてもらう、待ってる感じ。本当に本当によかったです。本当によかった。よかったですね、サウナ大好き。七浦でした。ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。